出てきた、変な格好で出てきた。ちょっと今回はね、肥料かくれんぼなんですけど、塗りなしのかくれんぼで、ちょっと俺ね、あのね、一つだけね、隠れなきゃいけない場所があったの。ここなの。俺ここにずっと隠れたかったの。やばい、今回インク黄色だ。そうなんですよ、今日はこのね、草の中に隠れようかなと思って。しかもあのビーバスパークの草ってさ、めちゃくちゃあのちっこい草だったんですけど、今回のこのボサボサの草に隠れれば、もうボーボーでベアベアでブーボーでボーバレないかなみたいな。それやりたかったんですよね。味方大丈夫か、あれ。隠れてんのか、それ隠れてる、大丈夫、一匹心配だよ俺。やばい、ヒレオくん来るよ、ヒレオくん来る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 。さあ始まりました。ヒレオくんが動き出し始めました。どこから来るのでしょうか。一応自分側はこっち側なんで、こっちから来ないので。多分あっちから来るんでしょうね。なんか動いてる。あ、やられてる。やだ。味方一人やられた。もう一人捕まってたから味方、あれ大丈夫か、あれ隠れてないだろ、絶対。おい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 、バレちゃったよ、まあ、そらそうだろうな。ああ、ずっと攻撃されてる。いや、さすがにわかんないと思うよ。ほら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 。ほら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 。あ、なに、なんで見えてるの。ね、なんでヒレオくん見えてんだよ、そこ。嘘だろ。もう一人すごい頑張って隠れてるので見に行こうかなと思います。カメラマンだよ、カメラマン、カメラマン、カメラマンだよ。お前捕まってるよ、なんかついてくる、やばい。やばい、これついてくる、ヒロ君が俺についてくる。おお、あっあっあっ、